ここは東京都東村山市にあるハンセン病療養所です。全国には14カ所のハンセン病療養所があり、2020年5月現在で1095人が入所しています。平均年齢は86歳。ここに暮らす人々はかなり以前に回復しています。山内君江さんは86歳。22歳の時この療養所に入所しました。君江さんはね、来場だったんですって言ったら、かなり中が男の兄さんがあんなに泣けるか、またあのおとなしい両親が声を出してね、泣いた時にね、ああこれ以上ねお世話になっちゃいけないんだと。当時君江さんは医者から無菌だと言われていました。それでも療養所に来たのは、世間にハンセン病に対する偏見と差別が根強くあったからでした。明治以降、国はハンセン病患者の隔離政策を進め、世間の偏見を助長していったのです。さらに戦後、特効薬ができてからもおよそ半世紀もの間、その政策を改めることはありませんでした。ハンセン病に対する偏見差別が、これまでどれほど患者さんや回復者、その家族の方たちを苦しめてきたか計り知れません。私たちはそうした偏見から逃れるために、今からでも遅くありません。ハンセン病問題を正しく理解することが必要なのです。ハンセン病は雷菌による感染症で、他の感染症と特別な違いがあるわけではありません。1873年、雷菌を発見したノルウェーのアルマウル・ハンセン博士の名を取ってハンセン病と呼ばれています。雷菌の感染力は同じ系統の菌である結核菌と比べても弱く、その上免疫力の低い乳幼児期に患者と濃厚に接触しない限り、感染しても発症することはまずありません。ごく稀に発症する場合には、その人の免疫状態、栄養状態や衛生環境の悪さと関係があると考えられています。世界的に患者数は減っていますが、社会状態が悪くなると大人でも発症することがあります。ただし、患者発生が激減し衛生環境が整った現在の日本では、ハンセン病を発症する人は年に数人程度です。発症した場合、最初の症状は知覚麻痺を伴った皮疹となって現れます。現在では一般病院の皮膚科外来で後遺症を残すことなく治すことができます。2、3種類の薬を同時に服用することで、短期間で菌の感染性を失わせます。 WHO の多剤併用療法では、小菌型で半年、多菌型で1年の治療で治癒としています。ハンセン病は治療中も治療後も、社会で共に学び、働き、一緒に過ごすことができる普通の病気なのです。ただし、診断と治療の開始が遅くなれば、
後遺症を残してしまう恐れもあります。現在療養所で暮らす回復者の中には後遺症を抱えている方も少なくありません。治療薬のなかった時代に症状が進んでしまった人や、治療薬はあっても治療を始めるのが遅れてしまった人たちには後遺症が残っています。主には手足などの変形と知覚麻痺です。山内君恵さんは体のほぼ半分が麻痺しています。そのため火傷をしても気づかないといいます。の冬は火傷、湯たんぽで火傷、火で火傷、夏は裸足であるけど足のひら火傷、それでちょっと熱いのにされた火傷、そういうで夏冬だったしは感覚、比較麻痺、感覚ないために本当に苦労しました。ハンセン病は前近代には仏罰、典型、合病などと考えられていました。仏教の教えに使われ、患者を出した家や血筋までも忌み嫌われてきたのです。明治以降は国が政策として患者の隔離を行うようになりました。1931年ハンセン病から社会を守るという名目で、本人が嫌がっても療養所に隔離できるように法律を改正しました。癩予防法です。密告も奨励され、患者を見つけては療養所に送り込む、官民挙げての無癩権運動も盛んになりました。人々はハンセン病にかかった人を憎むように療養所へ追い立てていったのです。こうした国の誤った隔離政策と無知による偏見によって、ハンセン病にかかった人たちは長く苦しめられてきました。療養所の中では病人の身であるにもかかわらず、あらゆる仕事をさせられました。また子供を持つことを禁じられました。結婚するためには断種手術を受けなければならず、妊娠すれば中絶させられたのです。山内さんは夫のサダムさんが断種手術を受けました。それは全くふざけてるなって思ったの。たとえね、私が妊娠してのね、たとえ赤ちゃんができてのね、それは人間であるよりは当然でしょ。その子が元気であったならば人殺しですって私言いたかったんです。また療養所では所長の権限で司法手続きなしで患者を拘束し、懲罰を与えることができました。群馬県の栗生落選園には、特に反抗的だとされた患者が送られる特別病室、いわゆる重感房と呼ばれる部屋が作られ、劣悪な環境のもと、ここで23人が亡くなりました。ハンセン病の患者と回復者に人権はありませんでした。戦後になり、化学療法の登場によってハンセン病は治る時代となりました。また入所者による全国組織が結成され、人間性回復への意識を目覚めさせました。しかし1953年に作られた癩予防法には戦前と変わらず
入所規定はあっても退所規定はなく、隔離政策が継続されたのです。こうした中でも多くの患者や回復者が文化活動に携わり、絵画や陶芸、詩や短歌を作りました。かつて長島愛生園で暮らした歌人明石海人は、その歌集の序文にこう記しています。深海に生きる魚族のように、自らが燃えなければどこにも光はない。これらの作品は自らの生きる意味を見つめる試みであり、療養所の外に向かっての切実な呼びかけでもありました。山内君江さんも今、五行歌と呼ばれる詩を作っています。白魚のような手に、誕生石の指輪をはめた夢を見た。それを私五行に書いたら、その手紙くれた人がね、これを読んだ時に泣けて泣けて仕方がなかった。私はそれ見た時にね、何ハンセン病だ、何の使いのなんだね、あの国の飯食って、極減らして散々あのいじめられて、そういう、寂しい思いもしたけど、こういう一冊の本を作って読んで感じた人がいてくだされた、それでいいんだなと思う。1996年、雷予防法がようやく廃止されました。1907年の雷予防に関する件の制定以来、89年の長い年月にわたって、ハンセン病の患者や回復者、そしてその家族の皆さんを苦しめてきた隔離政策は終わったのです。2001年、国の隔離政策は憲法で保障された人権を侵害するものであったとして、回復者の皆さんが国に賠償を求めた裁判で、熊本地裁は原告側の訴えを全面的に認める判断を下し、国も控訴を断念しました。2008年には93万人もの署名を集めて、通称ハンセン病問題基本法が制定されました。ハンセン病に対する差別をなくし、療養所に暮らす入所者の皆さんが地域社会から孤立することなく安心して生活できるようにすることが謳われています。2019年、ハンセン病患者の家族が受けてきた差別偏見の被害を訴えた、いわゆる家族訴訟も原告が勝訴、国は控訴を断念しました。国の誤った隔離政策が家族にまで偏見差別を及ぼし、同時に家族の形成を妨げていたことが正式に認められたのです。2012年、東京の多摩全生園では療養所の敷地内に保育園ができ、地域の子どもたちとの交流が生まれました。子どもたちとの交流を楽しみにしている山内さん、今思うことがあります。ハンセン病がなんだ、雷病がなんだ、これだって一つの人間のね、あの通ってきた道の一つじゃないか、一つの道通るのにはね、五体満足の人だけが通るんじゃないか、私のようなね、こんな問題のある人だって通るんだって、これは人生の道なんだから、今そう思ってます。
国の政策によって世間の偏見差別にさらされ長く苦難の道を歩いてきた人たちがいます。人生の道を誰もが大手を振って歩けるように、私たちは過去を振り返り改めて考え続ける必要があるのです。各地の療養所にある納骨堂、ここには偏見差別のために亡くなってもなお故郷に帰ることができなかった人々が眠っています。遠くない未来、療養所の入所者が一人もいなくなっても、ハンセン病を患った人が歩んだ苦難の歴史とそれを引き起こした国の間違いを決して忘れてはなりません。